2011年の記念祝典の様子マレーシアデーは1963年9月16日にマレーシア連邦が結成されたのを記念して毎年同日に開催される。この日はマラヤ連邦、北ボルネオ、サラワク、シンガポールが共にマレーシアを結成したことを祝う。新しい連邦の結成は1963年6月1日に計画されたが、 あとに6度目の独立記念日にあたる同年8月31日に延期された。マレーシアの結成について、インドネシアやフィリピンといった近隣諸国に関係する複数の問題により、同年9月16日まで結成宣言が遅れた。この延期はまた、国際連合の調査団が北ボルネオとサラワ区の新連邦参加をめぐる住民投票を実施する時間を取るためでもあった。 国際条約である1963年マレーシア連邦成立協定がイギリス、すでに1957年マライア連邦合意によって11の州として一つの国を形成していたマライア連邦及び同協定に参加しなかったサラワク、北ボルネオシンガポールとの間で調印されたことでマレーシアの結成が可能となった。マレーシア連邦成立協定は 新しい憲法のカマレーシアという名称の新しい一つの国家において連邦制によって国を構成する各州の諸条件を提示している。マレーシア法案、サラワク制限、サバ制限、シンガポール制限はこの協定のもとで全ての構成州の合意によって作成された。 マレーシア法案は1963年7月9日にマレーシア議会に提出、同年8月29日に当時のマレーシアの国王であるトゥアンク、サイード・プトラに承認された。マレーシアの形成に先立ち、サラワクは1963年7月22日にイギリスより自治行政を獲得、北ボルネオは独立記念日である同年8月31日に、 自治行政を開始した。2010年以来、マレーシアデーは祝日となっている。2009年10月19日の議会での質疑を経て、ナジブラザク首相が祝日化を決定。これにより、マレーシア国民には8月31日の独立記念日とともに独立に関する2つの祝賀行事が与えられた。マレーシアフォーエバーという曲が、 マレーシア結成を祝うために1963年9月16日にカナダ人のボビー・ギンビによって作られた。彼にはカナダのハーメルンの笛吹き男というニックネームが与えられているが、これはトゥンク・アブドゥル・ラーマン首相が彼をカナダからやってきたハーメルンの笛吹き男と呼んだことにちなんでいる。この曲はクアラルンプールとシンガポールでレコーディングされた。 この曲は2分の長さでシンガポールのメリーモント専門学校合唱団によって歌われたフォークソングである。マレーシア結成に先立ち、この曲は学校の生徒たちに教えられ、マレーシア全土でラジオ放送されるとすぐにヒット曲となった。ありがとうございます。